クキス、白馬さんは抱きつき、あかん、恥ずかしい、顔が熱い、と言いつつ、嬉しい、ありがとう、と改めて感謝を伝えた。一方、堀さんと百瀬さんは、念願の韓国旅行でヤンニョムケジャン、ワタリガニの辛味噌漬け、を食べることに。百瀬さんは初めてのヤンニョムケジャンを前に、困った様子。そんな様子を見て堀さんは、これを吸って欲しいんだけど、 吸った後にご飯を口に入れるから一緒に食べて、分かった。とリードした。食事中には、芸能界入りのきっかけを語り出し、も瀬さんは高校時代を振り返り、ずっと屋にいたから暇で、ドラマとか見ていたんだけど、こっち側の世界、芸能界、楽しそうだなっていうのと、同じような人たちを救う側になりたいなって勝手に思って、と学校には通っていたものの、家に引きこもっていたことを明かした。 堀さんは、その後のインタビューで、意思っていうか、目標があって初めて今もずっと頑張っているんだなと思うとすごい尊敬。ただただ可愛くて癒される存在というだけではなくて、強さみたいなものを感じました、とぐっときた様子で語った。またとある夜、堀さんは自宅のソファでプロレス観戦を楽しむダラダラモードの百瀬さんを発見。一緒に夜食を作ることになると、堀さんは、髪の毛、濡れているの。 と髪をわしゃわしゃと触り、まるで子犬のように可愛がる一幕も。さらに学生時代、堀さんが陸上部だったことを明かしたことから、二人は家の中で競歩対決をすることに。すると、ちょっと前鏡になっちゃっているかもね、自分が風になる、重力に負けちゃダメなんだよ、と堀さんの指導にも熱が入っていた。私たち結婚しました後は毎週金曜日23時からアベマにて放送中。